これゴリにオンデマンドめぐみです。すでにリラックスタイム突入してます。今日の俺のつまみというかご飯というか、あ、まあメインはこちら、でーん、湯豆腐です。湯豆腐って茹でるだけなのになぜかうまい。その秘密はここに入ってる、ちょっと暗いですね。でもまあこの辺の黒いところが昆布なんですよね。で、昆布の旨味がお湯で温めることによって出てきてお豆腐に付着して美味しくなる。ただそれだけなんですけど、ほんと入れるだけ、切って入れるだけ、簡単、超簡単、3分で作れる。でも超うまいから